庭のビデオの家。その家があった場所には祠があった。ただ近年はすでにその由来も何もかも忘れ去られていて、誰もそこに何が祀られているのかを知らなかった。祠自体は非常に古いもので、鎌倉時代頃からあるものだった。近年その周辺は宅地が造成され、祠の周りにはたくさんの家が建ち始めた。祠の土地もまた、祠が取り壊され、宅地として売りに出された。ただ祠の家に家を建てることははばかられたのか、祠のあったところとその周りは広い庭になったのだそうだ。その家を購入した人物がいた。熟年離婚した初老の元教師だった。彼は一人暮らしで悠々自適に暮らしていた。近隣との関係も良好だった。ところが、引っ越してから間もなく、住人は急に高いビデオカメラを買ってきて、夜に庭をぐるぐる回りながら撮影し始めた。ガサガサと雑草を踏み分ける音がするので、近隣住民が何をやってるんですかと尋ねることもあったが、その都度、いやあ、などと言って、はぐらかされてしまったのだそうだ。しかしほとんど毎日、住人は深夜から明け方にかけて、3、4時間を庭で撮影しながら過ごしているようだった。近隣住民は何を撮っているのか不審がった。珍しい動物や植物があるわけじゃないのに、と。1年後、元教師がその家で亡くなった。手段などは詳しくはわからないが、家の中で自死したようだ。遺書ではないが、残された手紙があった。そこには、こんなことが書かれていたという。庭を撮影し始めてから1年が経っている。しかし私は、なぜこんなことをしているのだろう。それを読んだ関係者は、離婚や慰謝料の支払いなどで、よほど精神的に追い詰められるようなことがあったのか、と思ったのだそうだ。で、その家、今うちの親が管理してんだよね。H 君たちは、聞いていた話が急旋回したため、ひどく驚いた。お前、何言ってんの？何言ってんのって、そのまんまだよ。でさ、その家庭の手入れとか、ちゃんとしてんだけどさ、家も古くないし、見た目は綺麗なんよ。でもそんなことがあったせいで、買い手がつかないんだよ。なんで、お前の絵が管理してんのよ。一応死んだ人、遠い親戚だからさ、頼まれて。でもさ、完全に不良債権だよ。夜に変な光が見えるとか噂立てられて、たまんねえよな。話してくれた友人の愛は、そう言ってため息をついた。ただの愚痴だったようだ。それは大変だな、と H 君が声をかけようと口を開きかけたとき、隣で話を聞いていた J が、前のめりに口を開いた。でもさ、逆にさ、そこに最新のカメラ持ち込めば、俺らが撮れるって話じゃないの？ん？お前、何言ってんの？聞いていた皆も、アイスらも、キョトンとしている。そんなことはお構いなしとばかりに、ジェイは興奮気味に言葉を続ける。でもその人は、一年撮影し続けて死んじゃったんだろ。なんかあるよ。それ、行ってみようよ。やだよ。絶対やだよ。話してくれた愛を含め、全員が拒否する。ならさ、夕方ならいいでしょ。明るい時間ならさ。
あまりにしつこくジェイが頼み込んでくるので、結局愛も最終的には折れてしまった。まあ、それならいいよ。結局 H 君を含め、総勢5人でその家に行くことになったのだそうだ。管理人の息子である愛ですら、俺行きたくないよとこぼしていたので、乗り気だったのは J だけだったのだが、成り行き上仕方なく H 君もついていくことになったのだそうだ。その家に到着したのは、まだ日がある時間帯だった。愛の話通り、業者が入っているようで、小綺麗な印象の家だったという。最初に庭を案内され、ここここと愛が指さすところを見ると、雑草の中にぽっかり開いた空間がある。ここにもともと祠があったらしいんだよ。へえ。裏庭の方にも丸石があって、そこにも何かあったらしいんだよね。H 君としてみれば、もともと乗り気でないのだから、そんな説明をされても嫌で仕方がない。何言ってんのさ、楽しそうに。あいつも嫌がってたくせに、着いたら着いたで何案内しちゃってんの。そんな風に思いながら、最後尾でついていったのだそうだ。裏道へと続く脇道に入った、その時だった。後ろから、ズズズズズ、と、何か重いもの、強いて言うと、冷蔵庫のようなものを引きずるような音が聞こえてきた。振り返るが、何もない。音もそのタイミングで止んでしまった。他の奴らも反応しないので、外の車の音でも聞き間違えたかな、と思ったのだそうだ。庭と裏庭を一通り回ったが、特にこれといって不審なものはなかったし、おかしなことも起こらなかった。見せられるのは空き地や石ばかりで、本当にここに祠があったかどうかもわからない状況だったそうだ。家に入るか、ということで、家の中まで愛が案内してくれたが、随分と綺麗になっていて、怖い雰囲気などみじんもない。なんだよ、雰囲気ねえな。ちゃんと演出しとけよ。ジェイが冗談交じりに言う。すると愛が急に真面目な表情になって。いや、奥に行ったらわかるよ。と言った。ここは親戚も掃除できたけど、奥は手がつけられなかったんだ。淡々とそう言う。外はだんだん日が陰ってきていて、そこかしこに暗い影が落ちている。それが雰囲気を増して、H 君はゾッとした。そんな H 君のことなどお構いなしに、愛は先頭に立って廊下を進んでいく。ここ、なんだけどな。そう言いながら、突き当たりにある奥の部屋のドアを開ける。中はカーテンが閉まっているのか、相当に薄暗い。愛が懐中電灯で照らすと、テレビとビデオデッキが繋がれていて、周りに大量のビデオテープが散乱しているのが見えた。あの人が、撮ったもんだろうね。ほら、背表紙に日付書いてあるだろう。そう言いながら、手近にあるビデオテープを懐中電灯で照らす。この部屋だけは手がつけられなくて、そのままなんだ。まあ、もし誰かが住むことになったら何とかするけど、それまでは怖くて何もできないんだよ。それまでは意気健康だったジェイも、思わず、怖いな、と言葉を漏らす。H 君も怖くて怖くて、帰りたくて仕方がなかった。実のところ H 君は図体がでかく、ヤンキーにも喧嘩で勝つほどなのだが、お化けは怖いのだ。実はさ、最後にその人が亡くなった時も、
一本見てたらしいんだよ。警察が回収して後で返してもらったんだけど、なんか映ってたらやだからって、親戚のおじさんがあのビデオテープの山の中に放り投げて、どれかわからなくなってるんだよね。愛がそう言い終わったその瞬間、ブツン、テレビの電源が入ったような音がした。無論電気は止めてある。テレビがつくはずがない。皆が叫んで一斉に逃げ出した。最後尾にいた H 君は反応が皆から遅れて転んでしまった。その隙に仲間たちは H 君を追い抜いて玄関まで走っていく。なんとか H 君も立ち上がると慌てて逃げていく仲間の後ろを追いかける。最後尾にいたのに、また最後尾になっちまった。そんなことを思いながらも、なんとか外に出て、置いてくなよと文句を言っていた時に、気がついた。あれ、J、いねえな。俺を追い抜いていった気がしたんだけどな。本当だ。まあ、でも、全員が振り返って一目散に逃げたわけだから、一人だけこっそり部屋に戻ったらわかんねえな。戻って確認してみるか。いや、とりあえず呼んでみよう。みんなで声を合わせて、玄関から奥の部屋に向けて声をかける。おーい、ジェイ君。しかし家の中は、シーンと静まり返っている。声、しないね。奥の部屋だから聞こえないのかも。耳澄ましてみようか。じっと耳を澄ますと、家の奥の方からカチャカチャと音がしているのがわかる。なんか、音がしてるよ。してるね。見に行くか。じゃんけん？なんでじゃんけんなんだよ。みんな行きたくないのだ。大人数で家の中は狭いからパニックになると危ないとか、もっともらしい理由をつけて再度入ることを拒否する。愛に至っては運転係だったのをいいことに、ああでも俺車ですぐに逃げられるようにしなきゃいけないからと言って、そそくさとその場を離れてしまった。仕方がない。残った三人でじゃんけんをする。H 君が負けた。H 君は致命的にじゃんけんが弱く、ほとんど勝ったことがなかった。友人たちもそれを知っていたので、じゃんけんを強く主張したのだ。行くよ。これ明かりが強いからって、愛が。友人から強力な懐中電灯を渡される。俺たち、ここで待ってるから。そういう友人たちの声を背に、H 君は焦然と家の奥に向かう。なんか、この家来てから、俺ばっかり不条理な目に遭ってねえか。こうなると、怖いというよりもイライラが勝る。何をしてるか知らんが、J の首根っこを掴んで引きずり出してやる。そんなことを考えつつ、奥の部屋にたどり着いた。ドアは開け放たれているが、室内は相変わらず真っ暗だ。しかし音はするので、J がそこにいることは間違いない。H 君が中に懐中電灯を向けると、J がビデオデッキのボタンをやたらめったら押していた。何やってんだよ。ビデオ、何も入ってないじゃん。その様子に、ゾッとするものがあったため、室内には踏み入らず、廊下から声をかける。すると手を止めないまま、J はくるりとこちらを振り向いて。何言ってんだよ。止めないとまずいじゃねえか。と、怒気をはらんだ声で答える。テレビには、何も映っていない。見たところ、何もデッキにも入っていないようだが。お前、何言ってんだよ。
もしかすると、少し精神的におかしくなっているのかもしれない。そう思った H 君が、部屋に一歩踏み入った時、何かを踏んだ。なんだ？足元に明かりを向けると、リモコンがあった。しかも、三つあった。え、なんで、三つもあるんだ？混乱する。せいぜいテレビとビデオだろう。他には何も。そう思っていると。ああ、それは意味がない。と鋭い声が飛ぶ。ジェイだ。明かりを向けると自信満々の表情でこう言った。そりゃ引っ掛けだよ。引っ掛け？それ全部押したけど止まんなかったからさ。そう言いながら立ち上がって部屋中の至るところを覗き込んでいる。リモコンを探しているんだろうか。ジェイはおかしくなってしまったのだろうか。ジェイは部屋中のスイッチ状のものをやたらめったら押しまくっている。なんで、なんで、止まんねえよ。その声に焦りがにじむ。何が止まんないんだよ。お前押せよ。問いかけには答えず、ジェイは壁にある電灯スイッチを押す。思わず反射的に、H も自分の近くにある電灯のスイッチをガチャガチャと押すが、当然何も変わらない。ああ、もう！失望したように J が叫ぶ。これ、俺一人じゃきつくねえか。助け呼んだ方がいいよな。そう思った、その瞬間。家の周囲から先ほど耳にした音が聞こえ始める。玄関の方に移動しているようだ。これ、やばくね？ちょうど音が玄関に達するかというその瞬間。携帯のショートメッセージだ。通知欄にメッセージの一部が表示されている。ごめん、やばいから、最初のコンビニに。慌ててメッセージを開くと、続きが表示される。逃げてるボロボロの白い着物着た女の子が満面の笑みで家の周りを走ってくるから。句読点がない文章が続いている。え？走ってるって、まさかこの音？でも、女の子が走ってるような音じゃないだろう。どう考えてもそれは重いものを運んでいる音である。しかし、そう思って聞いていると、そんな気もしてくる。おい、逃げないとやばいだろ。行くぞ。振り返って、そう声をかけた、その瞬間。そうか、わかった。座り込んでいた J が立ち上がって、押し入れの引き戸を開けた。思わず懐中電灯で照らす。押し入れの中には何十個ものリモコンが押し込まれていた。ジェイは目の色を変えてそれをめちゃくちゃに押しまくっている。ねえ、ダメだ。こいつを見捨てて逃げよう。もうそれより他に仕方がなかった。得体の知れない何かが近づいてきているのだ。そっと後ずさっていると。お前も押せ！ジェイがこちらに向かってリモコンを何度か投げてきた。見るとそれはボロボロのリモコンだった。電池が入っていないどころか、ボタンや蓋などが取れているものもある。なんだこれ。すると、玄関の方から大きな音が聞こえてきた。ここ。冷蔵庫のような重いものを引きずって、屋内に持ち上げようとしているような、そんな音だった。動けない。なんとか声を絞り出す。お前さ、リモコン押すのやめない？
とりあえず。その間も玄関のズズズという音は、重いものを入れるために何度も向きを変えようとしているように同じところから聞こえ続けている。ズズ、ズッズ。なんとかして止めなければ、そして早く逃げなくては。焦燥感が募る。思わずこう言った。お前が止めようとしてるやつさ、リモコンじゃ止まんないよ。その言葉の最後の部分に重ねるように、玄関から女の声が聞こえてきた。止まんないよ。振り返ると、玄関に女のシルエットが見えた。同時に、土と草の濃厚な匂いが鼻をつく。そこで H 君は意識を失った。気がつくと H 君はコンビニで J と共に水をかけられていた。ああ、気づいた。ありがとうございます。店員さんがホースでものすごい勢いで水をかけていた。俺、どうなって？友人たちは発見時の状況を話してくれた。最初のメッセージを送った少し後に、お前ら大丈夫なの？と、その友人はメッセージを送ってきたのだそうだ。すると、今押してるとこ、H 君からすべてひらがなで書かれたメッセージが届いた。友人たちからすれば、わけがわからない。怖いけれど、仕方なく家に戻った。そして奥の部屋で、リモコンのボタンを一心不乱に押している二人を発見したのだ。これじゃないね。ああ、これじゃない。そう言っている二人をよく見ると、手が泥だらけだった。何やってんだ？愛がそう尋ねると。だから、これ押さないと終わんないんだよ、あれが。そう。あれが止まらないんだよ。そう声を合わせて、二人は同時に部屋の隅を指さす。だが、そこには何もない。これ、やばいな。友人たちは真っ青になり、何とか二人を連れ出した。外に連れ出されても二人は、あと二つ押してないのがあるから、戻らなきゃ。きっとあれだ。それか、あれとあれを組み合わせると、などと、お互いにわけのわからないことを言い合っていたのだそうだ。なんとか車を止めてあるコンビニまで戻ったところで、店長さんが二人の様子を見て、あそこ行ったの？とひどく驚いていた。店長曰く、たまにあそこに忍び込んでおかしくなる人がいるそうで、水をかけたら正気に戻るかもしれない、ということで、二人に水をかけていたのだという。最初はバケツでパチャパチャかけてたけど、それじゃ戻らないよって店長さんがホースで水をかけてたんだよ。愛はそう言っていた。H 君も J も何も覚えていないのだそうだ。ただ H 君が出したというショートメールは、確認すると、言われた文面の通りに送信していた履歴が見つかったのだという。愛はこの出来事を家を管理している親にも伝えた。親は話を聞いて震え上がったが、さら地にするのもなんとなく怖いそうで、バリケードで厳重封鎖して誰も入れないようにしたのだそうだ。まあそんなことしても何年かして噂が風化したりとか、逆に噂が入りまくっちゃって、面白半分の奴らが誰か行っちゃうんだろうな。愛はそうこぼしているらしい。